皆さん、どうもこんにちは。中須賀伸之です、えー。いつも聞いていただいてありがとうございます、えー。本日も体のお話をさせていただこうと思いますので、お付き合いの方どうぞよろしくお願いいたします。えー、ということで、早速なんですけど、えっ、ー、と、また質問をいただきました。本当にいつもありがとうございます。 えー、ちょっと読みますね。えー、ふと思ったんですが、えー、悩みが強いとき、体は一体どうなっているんですかえー、ちょっと気になったので教えてください。ということです。えー、もうこういうちょっと気になったとかでも全然変わりませんので、えー、こういうテーマを送っていただけると非常に嬉しいです。えー、ということで、 本日は悩みが強い時、体はどうなっているのかというテーマで、まあ個人的な見解を喋らせていただこうかなというふうに思います。まあこれね、あの、どういう感じで喋ろうかなというふうに思ってたんですけど、まあちょっと今日は、あの、僕があの好きな体のその目に見えない世界なんかも絡めながら喋れたらなというふうに思ってます。と言っても、えっ、ー、と、ざっくり喋りたいと思いますので、まあその辺を踏まえて聞いていただけたらなというふうに思います。 えまず、そもそもなんですけど、悩みがない人なんかこのようにいないわけなんですよね。でも、悩みが強い時とか弱い時ある,あると思うんですけど、これ強い時、一体何が起こってんのかっていうことなんですけど、これいろんな認識があると思うんですが、僕は、あの、体的に言うと、めちゃくちゃ自分っていうのが、 強い状態なんじゃないかなというふうに思ってます。えー、いつも言わせていただいてるんですけど、こう自分っていうのの境界線って非常に曖昧だなというふうに思うんですね。だって、あの、まあ、いつも言いますが、例えば僕らが、えー、 喋る、今もこうやって僕喋らせてもらってますけど、喋る時に出る唾は、どこまで自分なのかなとか、吸ってる息とか吐いてる息はどこまで自分なのかなっていうと、めちゃくちゃ曖昧じゃないですか。で、しかも体の中の細胞っていうのは生まれて死んで生まれて死んでしてるっていうと、何を持って自分ってするかっていうのって非常に曖昧だなというふうに思うんですけど、悩みが強いときっていうのは、この自分っていう自分と他人、 っていうものの境界線っていうのが非常に強い状態の時に悩みっていうのが生まれるんじゃないかなと。だって、えっと、自分っていうのが強いと何がまず生まれるかっていうと、今言っちゃいましたけど、他人っていう、要は他者っていうのが生まれるんですね。で、それが生まれることによって何が生まれ、もう一つ生まれるのかっていうと、それが比較なんですよ。要は自分っていうのが強くって他人っていうのが明確になればなるほど、そことの差、 っていうのが出て、比較っていうのが生まれるんですね。で、まあ、今日のテーマである悩みなんですけど、この世には悩みって3つしかないんですよ。それが、えっ、ー、と、お金、健康、人間関係、この3つしかないっていうふうに言われてるんです。で、 この、あの、ついつい、その、それを誰かと比較しちゃうっていう思考パターンが強くなればなるほど、お金に対してあっちの方が多いとか、自分の方が多いって比べたり、健康に対してあの人元気だなとか、自分の方が元気じゃいって比べてしまったりとか、あと、あの、あの人は、あの、元気なのに私は病気になっちゃってとか、いろいろ比べちゃったりとかしますよね。あとは人間関係で言うと、あの人の方がどうのこうのっていうふうに比べてしまう。そうやって、その自分っていうの のが強くなればなるほど比較するっていう思考パターンが出てしまってその思考パターンから悩みっていうのがどん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 強くなって被害妄想が出てくるっていうのがまあ悩みが強い状態なんじゃないかなって思いますでそうなるともうその思考パターンから抜けなくなっちゃってまあ、どん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 比較していった結果まああのその人の価値基準でまあ、自分が 勝ってる場合はその人を見下して、負けてる場合は卑屈になって、まあ、卑屈になりたくないからマウントを取りに行って、とか、あとはそうやってネガティブな発言とかがどん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 増えていって、みたいな感じで、まあ、批評家みたいになっていっちゃうなと。で、そうなってくると、もうわーって自分が自分の思考パターンでいっぱいになっちゃうから、あの、人の話もどんどん聞けなくなっちゃうと思うんですよね。 で、そうやって、どん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 悩みが強くなるっていうパターンが多いなというふうに思うんです。で、その自分っていうのが強くなればなるほど、もう一つ生まれるものがあるんですね。それは何かっていうと、何でもコントロールできるって思ってしまう幻想だと思うんです。あのー、まあ、自分っていうのが曖昧なんであれば、そもそもコントロールできるものなんかないじゃないですか。 だって、えー、っと、もうすでに僕らは、なんか自分の心臓を動かすこともできず、止めることもできず、なんかあの、食べたものを自分で、あの、意識によって、あの、消化したいとか、それをやめたいとかってコントロールできないですよね。で、こういう、あの、行動とか感情も、その根っこはどこだったかなって考えたらわからないわけなんですよ。ってなると、このようにコントロールできるものなんか一つもないと思うんですね。 でも、自分が強くなると、コントロールできるって勘違いしちゃうと思うんですね。で、そうやって、あの、自分の行動であったり、自分の感情っていうのを、とか、誰かのこととかっていうのも、コントロールできるっていうふうに思って、そういうふうな言動、行動っていうのが、増えていけばいくほど、また、あの、でも、そもそもそんなことはできないので、悩みが強くなる。そうやって、また、あの、 比較したりとか人の話も聞けなくなったりとかしちゃってあのー、どん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 あの悩みが強くなる僕はまあそういう状態を鬼っていう風に呼んでるんですけどまあそれはあのほら鬼滅の刃の鬼がそんな感じだなという風に思うんで、はい、まあまあそれはいいんですけどで、えー、こういうのが強いと体はどうなるかっていうと、えー、確実にですね体の組織とかっていうのは硬く冷たくなるなという風に 思います。で、この硬いとか冷たいっていう感覚っていうのは、なんか、いわゆるこの体のこの関節の柔軟性とか、あの、ではなかったりとか、冷たいっていうのも体温が下がるとか、そういう話ではなくって、あくまでその組織の質感なので、なんかこの施術家あるあるみたいな感じなのかなというふうに思うんですけど、で、このメカニズムも実はあるんですけど、あの、詳しく喋ったらまたすごく長くなっちゃいますので、えっ、ー、と、よかったら、あの、僕がやらせてもらってる奥行き、 体の奥行きっていうお話し会の奥行き3で、あの、聞か、聞いていただけたらなというふうに思います。えー、興味の方はもしよかったら、あ、うん、の、ご参加いただけたらと思うんですけど、はい。じゃあですね、えっ、ー、と、その、悩みが強い状態っていうのを解決するにはどうしたらいいのかっていうことを、まあ僕の見解を喋らせていただけたらと思ってるんですけど、まあ、も、もちろん僕もそういう状態になったりとかするので、あの、本当に自分は気をつけたいなというふうに思ってるけど、なかなか難しいんですよね。 ただ、えっ、ー、と、自分っていうのも、まあ、要は概念なんだなっていうふうに思うと、こうやって、えっ、ー、と、この世に起こることにいちいち物語を作って意味付けしているのも自分なわけじゃないですか。でも、本当はそんなもんないわけですよ。っていうか、それが悩みの根源なわけですよね。だったら、あの、それを解決したいんだったら、まず、自分がそういう状態であることに気づいて、 で、受け入れて、で、自分が強いっていう状態から、まあ、言っても自分もこの世の一部で起こることに良い,いも悪いもないし、 ただ怒っているだけだよなっていう。まあ、要は、あの、自分が極力薄い状態になればなるほど静まってくるなというふうに思うんですね。でそうなってくると、勝手に比較っていうのを手放していけて、か勝手に手放されると思うんです。で、コントロールできるっていう勘違いも手放されていくんじゃないかなというふうに、個人的には思います。 で、ただ、ややこしいのは、まあ、自分はそういうふうに、あの、なるわけなんですけど、悩みが強いっていうエネルギーっていうのは、非常にもう強力なわけなんですよ。で、なので、周囲にも、ま、共鳴共振という形で伝播していくんですね。っなるとですね、じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱ周りにそういう方がいる場合っていうのは、 あのーまあ、自分がですねまだ笑い飛ばせる範囲なら大丈夫だなというふうに思うんですけどもうそれがに自分も影響されてもうしんどくなったりとか何な,なら自分も鬼になっちゃうとかっていう場合はちょっと距離を取った方がいいんじゃないかなというふうに個人的には 思います。はい。ということで、えー、今日はですね、悩みが強い時、体はどうなっているのかというテーマで、えー、個人的な見解を喋らせていただきました。このね、えー、っと、硬くなったり、冷たくなったりっていう感覚っていうのが、あの、最近よく感じることがあったので、まあ、ちょうどいただいた質問もありましたので、えー、っと、あ、いい機会だなというふうに思って喋らせていただいたという感じです。 えー、いつも思いついたこととか、えー、質問いた,だいただいたことを喋っているだけのラジオなんですが、何かの参考になれば嬉しいです。えー、いつも聞いていますっていう声とか、こんなテーマで喋ってほしいっていう声がめちゃくちゃ嬉しいので、よかったら遠慮なく教えてください。また、このラジオがいいなと思ったら、友達にシェアしてもらったり、いいねやチャンネル登録してくれると嬉しいです。えー、ということで、まあ、いつも好きだって喋らせていただいてるんですけど、また聞いていただけたら嬉しいです。では、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それじゃあ また、バイバーイ。